あ、いや、僕が美容に詳しいのは知ってるでしょ。それはじゃあ決まり。豆乳、確かに美容にも健康にもいいイメージだな。ホワイトソースにも合うし、血行改善とか。血行改善、悪玉コレステロール。ほうれん草は美肌効果とか抗酸化作用も期待できるみたい。でもあんまり入れない。美肌効果、抗酸化作用、濃厚なクリームグラタンにはさっぱりしたスープが。コンソメ。だからそこをアレンジするんでしょ。玉ねぎとベーコン。なるほど、それもそうか。ベーコンは無添加のものにしてね。彩りの工夫、ベーコン。あとはやっぱりデザートだよ。そこは俺も考えてたんだ。イチヤ、グラタンの後にドーナツはきついよ。ババロア。うん、せっかく豆乳使うんだ。オレンジは甘すぎないよ。ババロアはまだ作ってなかった。よし。ああ、助かった。うん。で、というわけで、イチヤ。あ、はーい。送り主は、あ、誰ね。おはよう。メッセージはいりま。あれ、ひば。俺と一緒にいたいんだよね。部屋が掃除中なので。暇なら俺と体でも動かします。ひばりさんは俺と出かけるんだよ。どちらも結構です。そうだよね、ひばり。それで僕が寄り添ってあげるとみんな落ち着くって言ってくれるんだ。俺だってマイナスイオンなら負けないよ、隣。あ、じゃあ俺ひばりさんの足元でマイナスなんとか。そういうのはいいから。ふぅ、なんだおじゃ、朝から男はべらせていいご身分だな。彼らが勝手にくっついてくるだけ。それよりもまだ11時じゃねえか。朝だろ、朝。お昼前だよ、タイガー。どっちでもいいわね。何時に寝たの。ああ、4時は回ってたな、確か。4時。よくそんなことができるね、健康。俺の勝手だろ。そんな不規則な生活をしていたらいろいろなところに支障が出るでしょ。用があるときはちゃんと起きるぜ。その辺はちゃんと計算してっから心配すんな。別に心配して言ってるわけじゃん。それよりも腹減った。おい、一夜、何か朝食の時に起きてるんだよ。残りもんくらいあるだろ。もうすいません。たーん！なんで俺の空母なくなっちまったじゃねえか。おい、代わり。なぜそれを。お前の行動は。そういえば。うん、わかりました。はい、タイガさん。ああ、これ。いつもは野菜のシェイク。ああ、朝は胃が動かねえんだ。もううっせえ。
なんだお嬢、俺が気に。結構です。添加物とか塩分とか多そうだし。一回食っただけじゃ死なねえって。とにかく毎朝同じ時間に起きてちゃんとした食事。へえへ、夜も食べたり食べなかったり。ああそうだな。生活の乱れは心。ちゃんと聞いてるのタイガさん。ああ悪い、ガキの頃のつまんねえ授業を思い出して。つまらない。ひばりちゃん落ち着いて。そうだ、怒った顔は君には似合わないよ。お嬢が言うことはもっともだ。でもな、人にはそれぞれペースってもんがある。何時に起きようが何を食おうが俺の勝手だ。それで誰に迷惑をかけた？かけてねえよな。必要な時はそれなりにやるっつってんだから。それに。そういうわけにはいきません。なんでだよ。あなたが。あなたが。今言ったでしょ。ああそれ違う。たとえそれが。あ、それこそ栄養。あのとにかく。ああ俺。ハロー。お、今日本にいんのか。あんない。いいぜ、すぐ行くから。ちょっとどこへ行く気。ああはいはい、続きはまた今度な。人が話してる最中だっていうのに。まあまあ、相手はタイガだし何を言っても聞かないよきっと。そうですよ、イライラしたなら体を動かしませんか。運動で汗を流せばすっきりしますよ。放っておけばいいのに。本人。タイガに構うくらいならその分僕に構ってほしいな。部屋に戻ります。掃除も終わった頃だから。まだ俺とって言っちゃった。先はまだまだ長そうだね。カスガ、これはこれはひばりさんの。ええ、それを作って。小さい頃に作って差し上げ。恋しい。毎日それでもまだ超え。いや違う、今の俺は。それはどうぞ。おす、思い出の味は格別で。はっ、分かっているさ。お菓子ですか。ナイフだ。お菓子って言いましたよね。お菓子はまだない。わかりました、じゃあ俺待てしてます。いやだから。これ以上言っても無駄だ。ではイチヤさん、その砕いてるのは板チョコですか。そうだよ、これをで。ん、クリーミーさが足りない。いやいいなあ、俺も味見したいな。分かったよ、ただし役に立つ感想。やった。ん、どうかな。おいしい。
甘さも よし、じゃあこの調子で応援してます。カツガさんはお鍋で何してるんですか？これはあんこを作っているんですよ。え？一夜さんに味見させてもらいました。ではこのあんこを少々。やったー！俺あんこも好き。いかがですか？公園のおばあちゃんが作ってくれるのと甘じょっぱさ。おばあちゃんが作ってくれるのにはちょっとだけ醤油が入ってるんです。だから甘じょっぱくて美味しい。なるほど、醤油ですか。ああ、もち米も炊き上がりましたね。お役に立ててよかったです。思いのほか力が入ってしまいましたね。俺だって負けていないさ。ところで春日君、ひばりさんのご要望とやらは？そんなに縮こまらない。こしあんの おはぎ。だが俺のスイーツも自信作だ。チョコレートタップケーキ自体は至ってシンプルけれど、チョコレートソースには様々なフルーツがふんだん。そうですか。笑っていられるのも今のうちさ。これは失礼いたしました。ああ、本当だね。俺もラストスパートだ。ああ、え？ごちそうさまでしたってまさか。あんこが俺のチョコソースも。ナユタ！味見していいって言ったじゃないですか。完食は味見じゃない。八神様、余計なことはしないようにと言ったはずですが。そんな！内緒話はほどほどになさってくださいね。はあ、ま、あの人、ひばりさん。それはかま、いや、その俺が作るメニューが多く。はい。まあ、全部。ただ言ってることは間違ってないんだ。年下のはずなのに。たまに俺より年上感出してる気がしてね。正直俺の苦手なタイプなんだけど。でも君に対する安心して、彼が何気持ちだけ受け取っておくわ。遊んでやりてえけど、これから出かける。おお、怖い。ほんと腹に。また喧嘩？二人とも楽しそうだよね。いつからそこに？じゃあ、君はタイガが嫌い？シオンさんはどう思ってるんですか？そうだね、少しやんちゃなところもあるけど、大人。彼は大人だよ。
暴走する、それに常識もちゃんとあるしね。君を見ていると飽きないね。シオンさんが見てるタイガさんと私が見てるタイガさんは別の人みたい。複雑な気持ちなのはわかるよ。そんなことして。それは僕にもわからん。彼には彼の考えがあるのかもしれないし、君とタイガの相性は。さっきタイガさんが良くな。それでもタイガさんは、確かにタイガさんってすぐだから、ひばりさんもいろいろタイガさんに相談してみるといい。あの人に相談したいことなんて。え、でも必要ない。それともな。え、違いますよ。あのタイガさんとひばりさんにもっと。無理ね、彼の、ナユタ君は。そんなのもちろん。あ、でもタイガさんも俺に構ってく。アビより俺を可愛がってください。ナユタ、こんなところで何を。ラビを調べてるんです。さっき気になることをニュースで見て。ねえ、そんなに触って大丈夫なの。ちょっと見るだけです。いや、ひばりさんに怒られるのはご褒美だから。やめなさい。はーい。でもラビに関係するニュース。実はラビと似たようなロボが、そっちはなんと飼い主の体調管理ができる機能付きだって。だからそういう機能がラビにもあるんじゃない。そういえば僕の友人も似たようなものを持ってた。そういうのがあると孤独死が防げていいらしいよ。い、孤独死。いつもシオンが家に。どうして。そっちの理由で使っている。そう。だからラビがその機能を使えればよりひばりさんを守れるかもしれないんです。でもラビにはそんな機能ないよね。そうそう、最低限のことしかできないとひばり。でもちゃんと調べてみないと。これとかスイッチっぽくないですか。特に。それただのネジじゃない。そうなんで。嫌がっているように見えるけど。そろそろやめたら本当に壊れちゃうよ。でもラビに体調管理機能がついて、睡眠時間とか消費。ねえ、その機。そうだと。スリーサイズも。な、何を言うんだ。そんな情報本当に。そう。でも僕には必要。知りたくないなら。はあ。いや、だから。ほらそこ、カバーが。よし。ラビの動きが鈍く。僕調べるの疲れ。 おいシオン、それはさすがに。戻ったぞ。おかえりタイガ。後のことよろ。後のこと。タイガさん。おっちょ。ああ、ち違う。言い訳はいいから母さん。なぜ俺まで。うん、なんとか食って。Mm-hmm.
しよう。冷蔵。明日の朝ごはんのカップ麺も食べ。妙な声が聞く。春日さん。まったく。でも。ですが、この焼きおにぎり、俺大好きです。お静かに。はい、ありがとうございます。醤油か。いろいろ使うんですね。これはスミコさん直伝のレシピなので。うわあ、楽しみだな。できるというほどではありませんが、昔はよくひばり様のためにお作りしてましたので。ひばりさんに？え？幼い頃のひばり様は悩んだり落ち込んだりすると、そんなお姿を見ていられなくて、元気がないながらにも食べてくださった時は嬉しく。そっか。じゃあこれはひばりさんと春日さんの思い出の味なんですね。そうかもしれません。さ、完成しました。今お茶を入れますから、ダイニングの方で待って。うわぁ、美味しそう。いただきます。香ばしくて熱々で、なんだか優しい味が。こんなに美味しかったら、ひばりさんの確かに。これを食べた時のひばり様、今のあなた、本当に美味しい。ああ、もう急いで食べるから喉に詰まらせるんですよ。今春日って、なんだか、那由他くんに甘くない？参ったぜ。あれ？タイガさん？ここで何してるんですか？ああ、那由他が。腹減ったから、なんか食いもんねえかと思ってな。何か見つかりました？実は俺もお腹ペコペコで。いや、なんもねえな。食材があるっちゃあるが。作るか。タイガさんが作ってくれるんですか？アホ、お前も手伝うんだよ。いや、ご飯と野菜はある。チャーハンくらいならできるだろう。けど俺、カップ麺くらいしか作れなくて。いいから、俺の言う通りにしとけ。とりあえず、このレタスちぎってろ。タイガさんが言うなら、安心ですね。バッチリ任せてください。おい、君たち、ここで何してるんだ？おう、イチャさん。何って、料理に決まってんだろ。君たちが料理？一体何を？チャーハンです。チャーハン？仕方ないな、待っていてくれ。今、中華鍋を出して。フライパンで十分だっての。じゃ、俺は先に肉を炒めるか。ちょっと待ってくれ。チャーハンにマヨネーズはおかしいだろう。普通はサラダ油かラードで。こっちの方がパラパラになるんだよ。ねえ、ヨタ、レタスが終わったら冷やご飯と生卵を混ぜとけ。はーい。混ぜる？炒める前に混ぜてしまうのか？いいから黙って見てろって。よし、フライパンに肉投入。ネウタ、次はレタスだ。はい。次は飯。はい。
醤油と塩コショウで味付けして。おい、そんな適当に。そんなもん味見しない。よし、ちょっくら味見を。うん、うまい。やった、早く早く食べ。やけに茶色くないか。別にうまけりゃいいだろ。ほら、はーい、いただきます。はん、もう、おいしい。そんな、これがおいしい。あんな適当な作り方でこんなに茶色い食べ物が。ったく、うるせえやつだな。ほら、お前にもよそってやるや。ったく、うるせえやつだな。いや、うん、どうだ、うまいだろ。信じられない。レタスの小気味いい歯ごたえ、マヨネーズによりコーティ、まさに本格派。これでわかったろ。料理はレシピ通りに作ればいいってわけじゃねえんだぜ。大河さん、おかわり。送り主は、あ、彼ね。ただいま。よう、お嬢。俺、ちょっと出かけて。こんな時間から？もうすぐ夕食でしょ。一夜にはいらね。私だって迷う方は。どうし、素直なんでね。そんなせ。そうね。人それぞれ、そんなの当たり前。お嬢。ああ、そっか。お、喧嘩に何の意味があるっていうの？得意？いや、言ってることが可愛いと思って。はお嬢も、いっそ誰かと派手に喧嘩してみりゃ、なんか分かることがあるかもね。なら、今すぐあなたに喧嘩をお売りしましょうか。俺とお嬢じゃ喧嘩になんてなりゃしねえよ。ええ、そうね。私も無意味なことに時間を割くのは嫌いなの。無意味。何？なんつうか、世の中に意味のない行為なんだよね。たとえその時は無意味に思えた、後から本当の意味に気づくことだってあるんじゃないか。俺はそう思うぜ。ま、今のお嬢には喧嘩って言われてもピンとこねえか。今までも周りが勝手に折れてくれてたんだろうしね。そんなことあるわけ、あるわけなあ。喧嘩避けてっと上辺だけ取り繕った人間関係になっちまう。そんなのつまんねえだろ。本音でぶつかって相手のことを理解して、そんでようやく本当の関係が築けるってもんだ。少なくとも俺はそう思う。つまりあなたがいちいち私に喧嘩を売ってくるのは本音でぶつかろうとしてるから。こんなの喧嘩のうちに入るか。キャンキャンうるせえ子犬をちょっとからかってやってるだけだろ。誰が子犬よ。俺ね。まあ、そういうわけだ。お嬢が本音でぶつかってきたら、その時は俺も喧嘩してやる。頼んでないから。遠慮すんなって。